FM 議長は FEC ンド動金曜日、金ピラごぼうの金、金キンピラピラおひさまラジオ。生放送でお届けしております。はい。あ、9月9日だ。おお。だよね。そうっすね、9月9日。えー、もう来月は10月ということですいやもうめちゃくちゃ遠くへたくそやし。それはそうだろ。う。算数どにで持ってくるの忘れた算数、なんくくでね。くくでね。くくはよくわかったな 今のなかなか厳しいでぜ、今の探偵でもちょっと、手こずるやつよ、今のは。ククで算数ドリルってことすごいなちょっとなんか、安直でもないじゃん、それ。なんか。まあまあまあ、そっか。あるのかなどうなんだろう。いや、でも、俺もククだなって思ってたからかなぁっそっか、そっか。はぁ、いや、皆さんありがとうございます。なんか先週、あれ、お酒言ってたんでしたっけ、先週。あ、違う違う違う。あの、先週は、 あのー、本当に先週っび,びっくりしたんだけど LINE、うん、が来て大河、うん、からあんまタ大河から LINE 来ることないから、うんまあ、なあんまりねそうそうそう珍しいなと思って、うん、寝てましたって来て、うん、寝てましたってど,ど,どういうことかなと思ってでちょっとパッて携帯見たら、うん、金,金じゃなくて銅って書かれあっあと思って <laughs> 申し訳ないあの、本当にちょっと。 忘れてました本当に申しし訳ないかも、なんかあれ、ほら忙しかったらさ、そのつどつどのスケジュール確認するから、別にほら意識してないわけじゃないじゃん。はははいいいでも、ほら先週ってとりわけ何かある週でもないじゃないそうだね微妙な週というか、ライブ終わりでもないし、か今からぱたつくあれでもないし。 ワンちゃん、俺も行かんかった。先週。だって、俺だって、先週、マジで暇すぎて。結局、俺、来たけど。あんま、なんぼ喋らんかったの。そんなことある。喋らなくて、で、たまたま。え、たまたま、あの、先週、あの、ケイさんの放送が。はい、はい。えっと、お休みで、なんか、キャンさんが DJ ナイトみたいのやってて。ああ、なるほどね。で、その、その、名残がいっぱいあったわけ。はい、はい。スモーク装置とか。ああ。あの、らい、レーザーライト買ったから。 それをただただ触るっていう1時間だったわけ、先週。まあ、商品レビューみたいな。だから、その時間持ったけど、はいはいはい。マジでなんもなかったいやいやいや、先週。そっか。危なかった、危なかった。あれなって、菅さんが DJ のやつとしてんかったら、本当に、無音を届ける。そんなラジオある芸人一人で無音をお届けする。そんなラジオある恐れだったけど、いや、よかったよかった。 よかったですありがとうございます。そうそうそうで、はい、あのー、あいや、トークライブで話そう。え、何でもちょっとこっちでち、そっ,かそっか、ちょと言なんかそう<の>そうそう。そうそうそう、トークライブがね、僕なんかきんぴらごぼうの二、うんえー、人だけの初トークライブが、ね、はい、今月、9月の28日、うんえー、今月末の水曜日、最後の水曜日に、えっと、那覇のサウンズグッドさんっていう、えー、ライブハウスの方でやるんですけれども。はい 二人だけでトークライブ、あんまりないからね。あんまりっていうか、そうだね。俺、トークライブ自体、多分したことないかも。そっか。うん。そうだね。僕はなんか、他芸人となんか、の芸人体弱い芸人ライブや。な体やましてる芸人なんかと一緒にやったりしてたけど。そうね。でトークライブだけど、一応ネタもやろっか。そうだね、一応、それはそうだね。1、2本ぐらい、漫才。はい。 あの僕なんかのネタがこう3分縛りじゃないですか、うん、だけどちょっと今回やりたいネタは3分じゃないなと思ってまあねあれはな、うん、ちょっと難しいもんななのでこのトークライブで全、うん、編やりたいなああいいいんじゃないそうそうそうあれがまあまあそのちょっとこの前段階っていうのがあってうん、うん、なん何の,のあれだったかな 先々週の土曜日だ、8月の最後の土曜日に、えっと、帰り、でこぼこトラベリングの帰りと、オードブルの松田オイル、同じ FEC の芸人仲間で、マージャン教室に行きましど。最近、なんか、宜野湾市のとこで、毎週水曜日と土曜日、土曜日は毎週ですけど、宜野湾市民グラウンドの方の、この、 会議室みたいなところで、市か県が運営しているマージャン教室っていうのをやってて、そことちょっと最近一緒にお仕事もしたいねっていうことにやってて、最近ちょっとちょくちょく顔を出すようにしてるんですけど、その土曜日に行ったのよ。カーリさんと行って、別にその行ったって話はいらないのか、ごめんね、今ちょっと自分で話の反省点をまえながら。全部言うと、その日はずっとマージャンデーだったわけ。 あのお昼ぐらいから集まって、はいえっと、ラジオリスナーさんで麻雀打てる方がいて、うん、その帰り、うん え松田健吾兄さん、僕、でラジオのリスナーさんと4名で、はいうん、え3時間ぐらいまず昼からマージャン打ってなるほどで夕方6時ぐらいにマージャン教室に行って、うん、そこで3時間ぐらいあの地域のおじ,ちゃんおじいちゃんなんかと打って、うん、すごい嬉しそうな顔するんだよ若者が来たら。うん、おおって言って一緒に行こう。楽しいしね。がむつましくマージャン一緒に打って、うんはい、で終わりでもう居酒屋に行こうってなって<ー>3名であと。 バークレーの近くの居酒屋に行ってですね行ってでもつ鍋とかも食べつつ、はい、その後にあのに坊主めのケンさんがあ<ー>あの合流して一緒に飲,め飲もうってなってはい、はい、であんず屋に行ったんですよ。うん、であんず屋で俺も1軒目かなすごいなんか飲んだのかなんか分からんけど、うん、その悪ノリでずっと帰りにそのあの。 外国の方っぽくしゃべるっていうくだりにっちやってるのの一部始終の断片があのネタああなるほどねそういうバックグラウンドがあったわけね、うん、があってそれやったんだけど、うんうん、だからまだあれはもうのこの間の F ライブでやったやつは序の口ですあれは全 <laughs>、まあ、編はやらないでほしいけど全編やったらもう何十分ぐら編かかっちゃう全編,編はやらないけど 40分をやったええー、やらんだろ、<laughs> そんな。怖いだろ、トークライブ見に来て、40分、40分のネタやられたら、<laughs> 何ライブだわってなるだろ。<laughs> それ、前半やって、後半トーク40分やったら、なるほね、ちょうど80分でいいライブよいやいやいやだめ、だめだから。<laughs> 10分ぐらいかれなら、ちょっとぎゅっとしてね、ちゃんと見せれる形にしてから、やる予定ですけども、お時間、合う方はぜひ、ぜひ、お願いしたい。よろしくお願いします。モーハート、リハート、ミハート、ツーハート、やめれよ。さっきも送ってたよ。さっきは俺、出てないでしょ。A&K さんなんかのところ、もうさかのぼってみこれさっき送ってるなこれ以外に、めっちゃ下に送ってるよ。どういうこといないのになんで郷さん。 だって、ゴーさん、一回も先に落ちますねーって、さっきの番組、K&KS <laughs> なんかの番組で言ってるのに、これ送りたいがたぶんにまた起きてるけどね。うん。えー、ブルーミーさんが一回見に来たけど、すぐ消したって。えー、何が怖あれかななんだろなんだろう怖いな。まあ、見てるのかわからないけど。うん、えー、前回初めて見に行ったけど、次の日若干。あ、あれかな ?F ライブかなあー、なるほど。ブルーミーさん。 来てくれてたかな,来てたはずなうんその話だろうね、うん、2回同じ分をしてるからあれだあれだえっと俺なんかのはいあの漫才ライブ見に来てたんだよあーあ,ーあ見に来てくれてましたねそ,たそうそうそう,そういや俺は嬉しかったけどな、うん、やっぱりほらなんだろうそずっとラジオ越しでしかほらはい、はい、会ってないじゃない、うん、だからそれをね 実際会えるとテンション上がったな。先週の DJ ね、俺が DJ やってる時ね。うんうん。うん、あ,あれはいや本当見なくていいと思う。DJ だったの結局。だからそうキャンさんがやってるとデジタル DJ タクみたいのを、うん、はいはいはい貸してもらって、うん、俺がこっちでポン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 とかやりながらあのプスッて感スモックも出して、うん、で俺の声とかその音で反応するライトがちゃちゃちゃってやる。えー、もうラジオとは名ばかりの。 程遠い気持ちの悪い番組を <laughs> い,やいいいやけどな <laughs> それもそれけナルトラーさん聴きます」ってありがとうございますありがとうございますライブも来てほしいですよねぜひトークライブも来てくださいお願いしますであれでしょ<何>今月のお笑い劇場もさ、うん、300円じゃないですか、うん、そうですよ300回記念公演ということで、はい、お笑い劇場を一から始めても,もう300回目ですよ すすごいですねでこれ何年,何年やってんだろうね俺なんかが入る前ではあるけど結局一発目がもうお笑い劇場だからね多分カタール記念公演が結局お笑い劇場ってことなんじゃないのかな<ー>そうなのかなわからないけどで俺なんかが入るちょうど前に200回記念をやってるんですよ、うん、入る前の年にあそうなんだ10年経たないぐらいで。 ええー、まあ300回なてのかな<ー>計算的にはそうだよね。ええっとえっとと12かける4で48。うんうん、あ違う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 。や。11年で12回。うん、まあやっても10回か。はたあげとか別なんか。10回、うん、かける10年って考えたらまあまあいい、そんぐらいのスパンん。ってい。うことですね。確かに。ええー、ブルーミーさんが今月はピンチだからトークライブ行けんって。 あ金銭的にピンチってことなるほど、ね、いやいやもう後払いでもいいですよ <laughs> あと今回のトークライブ、うん、あのーうん、あゼロ円なんだ,そうだよ今回のトークライブあれこれじマジで実質無料で一応そうか、あのーまあ、ドリンク代だけ500円五百、うん、円だけ出してもらってで最後にまあね面白かったらちょっとくださいみたいなこともやろうかなと思ってるけど、うん、マジで あれ厳しかったらドリンク代だけ払って見に来てほしいの全然,全然いい大丈夫ですよマジでマジで、えー、ラントさんが激おこぷんぷんまるってきんぴらごぼうのお二人キャンさんめちゃくちゃ怒ってるラントです,ですなんでこわ。俺なんかに怒ってるいや分からんけど俺なんかに怒ってたらでもコメントしに来ないからな <laughs> うどういうことだろうどうしたって聞いてるなゴーさんが <laughs> いいなツイキャス上でやり取りしようとしてる ジトン君もねあってジトーン君もコメントありましたけど、ね、あ,ありがとうございますなんかジトーン君の、うん、あのー、インスタかなんか見たんだけど、うん、この FM 祈ワ湾のタク、うんこれキャンさんがいつも座ってる越しにさのショット写真のショットが送られてきてたっけうんうんこっちで働いてるのかなあそんなことないかかなか番組やってんのかなああなるほどねどうなんだろう、えー、メガネロック親さんが今月ピンチなのでいけませんごめんなさいって なんか大屋らしいじゃあ大屋らしいのかこのボケってああ<ー>ど,どうね大屋らしいとも大屋らしいよな大屋らしいちょっとでも俺も残念だったんだよな大屋が,がまだこのボケするんだ確かになんかこのかまってちた感がすごいボケだよね,ねんなんかねなんか 言いたいことがあったらさ、素直に, <laughs> 素直に言ってくれる場合のにさ、なんかライブの告知させて,てくださいとかさ、なんかやればいいのに、ちょっと変な入り方してあ月曜日から FMG ドンでバイトしてるってえー、そうなんだ。めっちゃいいじゃないですか。え、じゃあ、港なんかの時間帯とかもやってるんかな。などうなんだろう。FMG ドンの月,、えー、と月曜日か、えっとー、朝とかやってんのかね、ね朝昼とかの番組やってんのか。いや、いいと思う、いいと思う。 全然。ええー、じゃあ、えー、トークライブっていつなの、えー、トークライブが9月の28ですか十、ね、28。28あったよね。うんんこれなんかツイキャスになんか写真とか載せきれないから、うん、どうにかして載せようね。待ってくださいね。なんかタイガーのツイッターにアップしてもらえれば、見に行けるんじゃない、ね、みなそれを、うんその URL とかを多分、なんか載せきれないかな。あとで、あとでやります。うん。 あ,あ、いける,いける後でやります <laughs> えーラントさんが11月弟の結婚式で沖縄に行きますってえー弟がラントさんって沖縄の方うちなんちゅうどうだろうラントさんの弟さんってこと、うん、弟さんの相手の方が沖縄ってことなのかな,かなそれかそのまあ沖縄で結婚式を挙げたい沖縄に来てくれるのかなあ,あれかいいねいいね11月もライブしますよ11月何だったっけ、うん 愛知県民ってあ愛知県民なんだ、はい、覚えておきます、えー、メガネロッやチや近カ空いていたらオンライン飲み会やりましょうといいよオンラインじゃなくても来たらいいのに確かに <laughs> 来るかそれか俺なんかが m 1グランプリ1回戦ね予選沖縄の予選通過したら行かないといけないから東京,、うん、東京に行く 大阪行きたいいい大大阪阪でもいいけど時計すごく居心地よかったんでね、本当、まあのとき。大阪はもうなんか、うん、沖縄感強かったな。やっぱりそんなね、ほら、関西ローカルの番組とか、沖縄に流れたりするから、そういう親しみがあるね。うん。ラントさんが沖縄に愛知ってあるのって、あります、そのまま、ラブの愛と知ってるのちで愛知、ギのワンしかも宜野湾市に愛知ってあるのよ。うん ギノアン市愛知ってどこら辺だったっけもうちょっとあれか三々丸沿いのところかなだと思う。ね、FM ノ堂湾はその急なってってもう少しこの、えっと、58号線側なんでギノ堂湾市愛知結構有名ですよね。うん、誰か出身の芸人もいたんじゃないかな、ね、いないかな大きく有名なのはいないんじゃないかな誰なんだろう。知念兄弟とか。ああ<ー>、知ね、かもしれないね。 あ最初「愛知ですっっ」って言ったら「そ宜野湾市」「愛知」「うちなっちに愛知」って言ったら「宜野湾市の愛知」ってなるよ確かにうん、うん、愛知県名古屋市とかも愛知かああそうだね、うん、愛知県ですとかまで行った方がいいかもなうんでもいいなそのあえジブリパークできるとこって知ってたあーそう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 ,そうなんだ ジブリパークとあと、うん、多分同じぐらいのタイミングで愛知じゃないけどあれもできるよね、あのハリー,ー・ポッターのね、うん、あともっともっと年前のあとにそうそうしかもね、ジブリパークができるのは多分11月3日、うんうん、もう今年の話、うん、だったと思うんだけど、あうん、全エリアじゃなくて、はいはい、一部エリア解禁みたいな、えー、僕、11月2日が誕生日なんですよ。うん これ神様がい,けいけって言ってるんじゃないかな。いやいやジャストだったらいい <laughs>、うん、っていいけど、次の日よ。あじゃあ,あっちでそのまま誕生日も迎えて、うん、行ったらいいんじゃないああ、まあでもな、ちょっと混むからな。でも、いやそこはなんか、ねえそれこそ今さっき言ってたけど、自分でそのね運命的なタイミングを感じるんだったら、やっぱりジブリファンとしては行っときたくないオープンに、うん、オープンの時にでででそこで見たで沖縄の 人が見た人ってまあまあいないはずだからああ確かになめっちゃいい情報発信にはなるんじゃないうんいいかもしれない行けけたら行こうかなえかいやつやし沖縄の人の沖縄陸くは行けたら行こうもう行け行け今今撮ろう今撮ろういやいや今は撮らん今撮ゃう逆に今撮った方が飛行機安かったりしないいやいや分からんけどそ1回じゃ撮らんくていいけど後で見てみてなんかその 旅費をねそうそうそうじゃ何が入るか分からないじゃんお前11月3日はもう何も入らんよいやいや祝日よ多分11月3日ってうん多分土曜とかです土曜か日曜でしょきっと見てみよう11月いやいつもなあお前11月3日木曜日だろお前じゃあ文化の日だからあなるほどねしかもそこに合わせてわざとあれやってんのかなじゃないかな行けばでも行った方がいいよ 入らんよ11月3日何も <laughs> いや分からんだろ11月3日にきんぴらごぼうに営業が入ることはないよあるだろ11月3日よ <laughs> いやあるかもしれない今まで10年芸人やってて<化>あ,あったあったんじゃない <laughs> 文化系のなんかイベントとかあったか文化系の俺なんかに、うんうん、俺なんかがでも一番 FEC で文化っぽいけどな 文化っぽいか文化って言ったらなんか表現おかしいですけど文化芸人っぽい感じするけどたっちゃんさんもこんにちはあありがとうございますたっちゃんさんとマージャンやったんですよたっちゃんさん僕が僕、ツタヤでバイトしてるじゃないですかたまたまたっちゃんさんが僕のレジに来てちょっと挨拶したんだけど。 もうちょっと申し訳なかったのが、うん、今、台風でめちゃくちゃ入荷が遅れてるのねあそうなんだそうそうでたっちゃんさんが予約してくれた本が、うん、その本当はもう入荷日が来てるはず入荷が来てるはずだったな本なんだけどでそっからもう結構何日かたって、まあ、入荷遅れるだろうっていう見込みのもと来てくれてたんだけどうんちょうど次の日だったわけあじゃあ、入荷がギリ、ギリ、間に合ってなくて今日取ってきましたよって。あ よかったです。フットワークめちゃくちゃ軽いからさ、うん、すごくなんか、なんか一緒に、だからその、マージャンも行ってくれませんかってお願いしてたら、すぐぜひぜひって,って。ああ、なるほどね。めっちゃいい人。うん、あと料理がしこたまにうまい。はいはいはい。うん。あ最高あ。11月1日だ。ええー、めっちゃ嘘つくやし。どんどこどん、どんどこ森、ジブリの大倉庫、うん、青春の森青春の森かな。うん の3つが開きますと,と目が悪くて全然見えないですけど、えー。どんどこ森はトトロメインで、サツキとメイのおうチ、えー、青春の森は耳を澄ませばの、えー、これ地球屋かな地球屋がメインとなっています、えー。ラントさん、ありがとうございます。ラントさんもジブリ好きなのかなもしかしたら、うんえーめ。絶対行った方がいいじゃん。確かに、3、まあ、エリアかどうなんだろうな、でも見たら感動するだろうな。い<や>好きなもんだったらね。うんうん、絶対て俺だって初めてユニバー行った時、うん、もう本当に。 あ,あ、漏らしたもん。<laughs> 漏らすなよ。漏らした。漏らすなよ。言葉言葉をね。言葉を。あーあー。<laughs> いやいや表現としてもおかしいし、行動としてもおかしい。<laughs> ああ。めっちゃテンション上がったよ。本当いや、ゴさんの言うとおりだよ。本当に。宮崎駿を感じようだよ。まあまあ、ね、宮崎駿だけじゃないけどね。うん。うん、もう最近、あの、ほら、あの岡田、岡田さん。うん、あの、いろんなこう考察動画出す。 はいはいはいいますよねそうそうメガネの岡田俊夫さんかな俊夫だったね岡田俊夫さん三文字の俊夫さんねはいはいの,あのジブリジブリ解説みたいなのがとかめっちゃ面白くてからそうそうそうあとだからそのジブリはその本当宮崎駿だけしなくてあと誰だっけ高畑勲さんとかそうですね、えー、鈴木はいさん 鈴木プロデューサー鈴木隆夫とかもういろいろあって鈴木俊夫とねこれ耳をすませばはもう宮崎駿じゃないからねこれあそうなんだはいこれ近藤さんっていうええ。近藤さんだったかな近藤選手じゃない近藤選手違う違う違う誰かわからんかったけど全然めちゃくちゃ天才的にこうなんだろうあの。 階段を降りるシーンがすごい有名らしいんだけどはいこの耳をすませばのそのシーンを描けるのはもこの人しかいないっていうぐらい天才的なそのセンスの持ち主だったらしいんだけど、えー、ちょっと早くにお亡くなりになってそ,うなんだその後の作品がないっていう方です、ね、えー、じゃあその耳をすませばが最初で最後ってことだったかな<ー>その後もあったかもしれないけどでもおそらくそうだったと思う 最近、ジブリ見てないから、ちょっともう、情報が抜けてるんだよな。いや、だからほら、俺なんか、学生の時とかって、もう勉強してたから、ずっと、勉強脳だから、なんかこう取り入れたら、やっぱり覚える脳みそなってるのよ、でも今俺なんか、もう成人、男性だから、成人してるから、このもう、脳が、多分もう、勉強脳じゃないのよ。だからその好きで ずっとなんだろう常時取り入れてないと、うん、なんかあ,のあれいと人間がこの物忘れする記憶のこのなんか忘却曲線みたいなあるじ、はい、そういそうだかそのいい忘れそうなタイミングでもう一回同じ情報を入れたら途中期間に行くみたいなのがあるからなるやっぱり好きだったら好きだっったらていうか,なんかでもテンションによるじゃんテンションによるってめっちゃ好きだけど、うん、すごい見たい時と、うん、別にまあ時間あるけどそれ見て。 時間潰すほどではないなないいみたいなあ,る、ね、あるじゃんだからそこは何かなんか見れるタイミングでなあとストーリーは覚えてるんだけどはい、はい、そののな,なんか書いた人の人物像とかやっぱちょっと忘れちゃうよねうそうだな、うん、確かになこのすなんか好きすぎるのもちょっとあんまりあんまり嫌なのよねディテール細かすぎてなんかこん,なんか 監督この時の監督がどうでとかってそこまでこう好きでグッ、ね、とこう入るのもいいんだけど、うん、俺は程よいなんだろう距離感で見たいというかずっと発見してたいたからあ<ー>自分から探りに行くっていうよりかはなんかこの何かそれ関連動画とか YouTube とか見ててやっぱりこの、ね、解説すごい人いるじゃんそういうのを見てなんかまたさらに楽しめるみたいなのをずっとしてたいたから。 だからあんまり自分からはなんかこうグッと入らないようにしてるなっちゃんさんコーティティンコーデありがとうございますえーラントさんが今日チンピラごぼうってボケたのにスルーしたねとえっ何でチンピラごぼうってボケたのコメントでさっきの多分最初のじゃないうんうんタイガーさんお座りからのお手えなんかめっちゃ俺懐かそうとしてる怖ど,どういうこと <laughs> えーラントさんがジブリは紅の豚が好きですえー渋いっすねいいね えー、たっちゃんさんが俺もタワーーオブテラーで漏らしましま <laughs> いやいや話変わってじゃないでたかタワーオブテラーで漏らしたのはもう絶叫だからじゃないですか <laughs> 完璧にゃんん <laughs> キャンさんは今お外で、ね、別のお仕事してますね、うん、あと乾きそうだな、はい、タワーオブテラーで漏らしても <laughs> 風速でな、えー、ランドさんがもうスルーされておこだからアキラさんの配信に行ってこようかなって <laughs> いいですね可愛いですね、うん 確かに、そっか、今同じタイミングで、アキラさん、VC のソフト、YouTube 配信してるから、お好きな方を見に行ってください。僕らいつでもランドさんお待ちですので、タッチャンさん、あーって、やだな、なんか、やだな、タワーオブテラーって、え ?USJ?USJ じゃない。俺、なんか乗ってないか。わかんない。何が、何が、何が、何て名前か、ディズニーはず。 上からなんか落ちていくやつ。ガ <laughs> ーって。ってな C なんだ。<ー>こう着水するやつ、こうパシャーって降りて,ていやかっ。あれじゃないなんか、通常のさ、うん、めっちゃ高くて、うん、そのままぐーって落下ってやあなるほどね。真下,こう真下に落下するやつ。まあな、タワーオブテラーだからきっとそれだろうな。なんか、遊園地で乗ったよね、俺なんかも、ね。乗って乗った。あれはなんだったか、どこだったか。<ん>豊島園だったかな、それこそ。あれ、豊島園じゃなかったんじゃないえっと、富士急 富士急じゃない富士急じゃなくてなんかちょっとフリーフォールあじゃあやっぱりそれだね小さめのなんか遊園地行ったじゃん小さめというかどこだったっけあれいやあれ俺もなんて名前言ってたんか年前年前年前は1回行ったわけで年前は多分森光さんも一緒にいる時だったはずで,<ー>で,で多分次かそのお,おととしぐらいに行った時は俺行ってないわけはい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  そこかもしれないし。あかなぁ。うん、花屋敷俺がバンジージャンプ飛んだ時ああ、じゃあ俺いない、俺いない。<ー>だからその3回目でなんか FEC がなんかそそうそう,そう、内地でやるって言って3回目の時だ。俺が行ってない時なんだろう。としまえがなくなってその跡地に、えー、あれよね、ハリー・ポッターの。うん。<れ>豊島園ってどこにあんの豊島園、そ東京だえー、っと、どこだっあるの東京じゃなかったかな 詳しくは分からないない花屋敷はちょっと一回行ってみたいけどなテレビ千鳥でさ一<ー>回そのなんかあれ特集組まれてたのよの花屋敷ってなんかお化け屋敷もあるあるあるでえっと浅草のこの真ん中に、えー、そそううそう,そう結構その民家とか住宅街,<お>住宅街 の中みたいなところにあったよああそうなんだ沖縄遊園地ないからなねえ前はあったみたいです年前も東京ですってお<う>大谷先生ありがとうございますさすが内地に詳しいですねもう東京の人間になってるからな大谷ははな,はないや大谷は東京の人間の方がしっくりくるんだよな確かに好きもうだって東京多分す合う合いそうだもん合う合う大家はあ東京の街を歩いてて違和感じゃないもんな、うん 東京ドームあ東京ドームの遊園地ね東京ドームシティとかなんかあそこらへんうんいいねいいかもしれない昔ね昔はね沖縄もあったみたいですけどもうだって今や観覧車もないですから、うん、だから本当に USJ とかねなんかできたらちょっとテンション上がりますけどねなんか名古屋かどっかにできるっていうあああ本当にできんのかな 結構現実味強いみた何で聞いたんか忘れたけど IKEA も,もできるじゃないですかあそうだね IKEA はなんかできそうだけどね、うん、あれは確定でねできるんでしょ、うん、それこそジブリパークもさもともと沖縄にできる予定だったわけ、うん、あそうなんだその今度できるってやつ、うん、宮古島だったかな、えー、で視察まで行ってたんだけど島かそうそうそうまあでも愛知県にうん もきな狭いからなねえ都にそこを埋めちゃったらなんかなそうなんか,なんか雰囲気に合うのはわかるよ、うん、すごいジブリ感もなんかさこう自然感あるじゃないですか自然な感じもわかるんだけどあっ違う南条車イケアじゃなくてコストコだ間違ったああコストコねコストコができるんだそうそうそうんう その自然をあんまり壊したくないっていうのでそもそもそ,そ,そもそもこのジブリパーク自体激反対で宮古島も作りたいけど早尾さんが反対っていうので難航中みたいな,な、ね、はいはい愛知はちょうどいい土地があったのかなうん愛知万博の時にさつきといのお家はあったとああなるほどあ万博跡地に作るのかなどうなんだうどうなんでしょうそこも生かすのかうん 今度あるのは大阪万博だよね。あ、大阪。うんうん。うん、あやっぱり愛知、<あ>愛知、旧博のあれ、跡地なんだって。じゃあ、跡地だったら、こう、その土地を生かしながらっていうことだったのかな、うん。早尾さんって親戚のおじかや <laughs> いや、でもね、これね。うちなんちょはでも、早尾、おじ、おじ呼ぶときは、おじだったら、はおじいって言うよな、多分早尾おさん、おじさんとかってなんてとかおじさんって呼ぶよね。 なんとかおじさんって呼ぶねうん、うん、おじちゃんとかね,お,とかねおばちゃんとか、うん、うちのあんちは多分そうだはず、うん、でもこれ多分ジブリ好きの人の一部の、うん、人なんだけど、うん、結構早尾っていうわけ宮崎早尾さんのこと <laughs> 呼び捨てで、ね、俺もずっと早尾って言ってたんだけどこれはだからあれでしょなんかもう敬意込めてでしょなんか例えばほら あのいやもう経緯も何もない俺なんかがダウンタウン見すぎててダウンタウンにそ,、ね、そう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 もうだからそんくらい締めついてるんでしょ早尾がそう早尾が <laughs> しかもなんか本人もなんか別に早尾って呼ばれて別に嫌じゃないでしょうしねいやいやいや早尾はね<め>あの心狭いから、えー、早,尾早尾は多分怒るよ <laughs> だってなんか言ってたもん<ー>なんかのインタビューかなんかで、うん、たまになんかおばさんが、うん、あのスタジオになんか来ると、うん、なんかそしたら僕がニコニコして出てくるとでも思ってるんですかねってジブリファンの人とかがたまにこうスタジオに「どうも」みたいな感じでなんだけどそしたら僕が。うん ニコニコして出てくるとでも思ってるんですかねって言ってるから多分早おって俺が言ったら「ん?」っては言われるとちょっと尺に触るではあるんだけどそう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 誰って言われるはずでももちろんそうだよな絶対に一応そうだよ普通人間だからそうだよだって自分が仕事してたら急に「どうーって知らん人が来たら「ん?」ってなるよね集中してる時に確かにな 結構正直な方な方んでしょう、ね、確かにそれはあるかもなあと早やさんのデスクの周りに2人ぐらい必ず美女がいるわけよ、えー、美女が1人か2人ぐらいまああの,その秘書的な業務ではあるのかなわかんないけどうん、うん、で「早やさんはもうダメだできない」って言って「うん、俺はもうできない」って言って「大丈夫ですできます」って言われてやるっていう <laughs> <laughs> 結構ちゃんとあれだよな人間味しっかりあるよ。だってあの何だったっけそれこそなんかラピュータ,ピュータの,あの女の子誰でしたっけ落ちて <うん S 1> シータシータのなんかこのあのそれだったからラピュータがなんか何かの階段かそのかこう動くあれで何かその胸の揺れとかもちゃんと結構出ているしっかり作ってたりするんでしょ。はいはい。だからちょっとこのいい作品としてのやっぱりこのエロスの部分とかも それぞれにちゃんとこうエッセンス入れながら作ってるっていうのだからその見て、うん、ああでもそこは何だろうな何よりい何さアニメだけどちゃんとこの人間っていうかこのそこはリアリティある感じで作りたいっていところは,はい、はい、こ世界観に入り込ませてくれるんだよね。はんかやっぱりこうなんかプロとして、うん、うかっちょいいなと思ったけどね。だけどなんかさ、うん、このよくある、うん 最近のアニメとかで美少女とかがこうパって振り返った時に髪の毛がなんかふわーんってなるのとか見たことあるパーみたいなはい CM みたいな感じでしょ CM というかなんかこうふわってなるわけよ、うん、これそ,それがより可愛く見えるんだと思う、ね、その表現方法フリフリがね、うん、ちょそれはめっちゃ批判してたあなるほど気持ち悪いそれはだからあれでしょう実際の神の,のなびき方とは違うああそう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 ん、うん なるほどね、うん、でもそこら辺なんか結構敏感なんだろうな多分敏感なんだ、うん、なんかなん作品とはいえやっぱりこうなんか生き物作ってるっていうかさ、うん、なんかその自分がやりたいものとはこうやっぱちょっと違和感があったりしたらは、うん、はい、はいそこはだからすごく作品にこうなんだろうなちゃんとこの熱意注いでるというか自分が作りたいものと違ったら結構こうちゃんとバシッて言うじゃない、うん、ねあの人。だからそのうん このぶれないところ、うん、そこは違うだろうってところちゃんと言うからまあなんかトップに立つ人の感じだなってのはあるけどな確かに、うん、なんだその職場けしからうちも雇いたいぞ可愛い,い人可愛い,い人が俺周りいたら仕事できないと思うんだよな <laughs> 僕は確かにどうなんだろう,仕事きそういやでもあのしっかり大人な人よ、うん、そんななんかめちゃくちゃ接待みたいな感じの人じゃないけど <laughs> まあでもそのあれでしょ、なんかその頑張ってくださいって励まされるのが、またそのえと活力になるってことでしょ、たでもあれもあるんじゃないかなと、うんまあ、渚な感じもあるもんな、うん、パフォーマンスもあるんじゃないかな、その密着取材入ってるから、はやおでも、安野さんも言っててよ、エヴァンゲリオンの安野さん、あのこの世にドキュメンタリーはないって言ってて。 ドキュメントとかドキュメンタリー密着取材なんてもう密着されてるもんだからそれ用にやっ,ぱりそうそうやってしまうってう特に監督なんて職業の人はどう使われたいかとか絶対無意識にでも考えてしまうんじゃないいやそうだと思うもん絶対に。だってほらこの間 8月の半ばにお笑い米軍基地の那覇跡での公演あったじゃんははいはい、はい、でそれとかのもろもろに向けてさなんかほらあのカメラが入ってたりしたじゃないですかあ<ー>何台かうん入ってたカメラ密着のカメラまー、あ、ちゃんさん密着のカメラああ<ー>はい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 はろいはいは、うん、いは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 いのいは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 あはい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 は いいかから,い撮られるるうの動きをするじゃんもうその時点でドキュメントじゃないでしょう確かに、うん、ちょっとなんかこう着替えとかも、ね、いつもだったらバッてフルチンになるけど、うん、ならなかったりとか <laughs> フルチンになるシーンはあるか分からんけど <laughs> まあでもねパ,パンツ一丁みたいなこともあるじゃないですか、うんうん、だからそのねその気持ちはすごく分かるなって思って分かるな確かにちょっとまた変な話に飛ぶけど、はい、あれほら電子がそうじゃない 物質の電子ってあれってなんかすごくて観測するかしないかでこのやっぱ状況が変わるんだって実際人間が見るかで見ないかでの動きが変わるからもうそれは必然的かなと思って分子がそうならそれで構成されてる俺なんかはなおさらだとか意識もあるしな見られてるっていうことでやっぱり行動が変わっちゃうじゃん。 それは何か面白いなって思うけど、ね、あれなんだったっけそのなんか見て,見てると通らない通るけど、うん、あ,れあれでしょあのスリット二重ス,ス,スリットのやつ、うん、あれもあるよね、うん、電子は粒だけど、えっと、この粒の個体の動きをしないで粒がこう波の動きするっていう<ー>そう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 ちょっと難しい話になっちゃいますけどそうそうそうっていうのがあってあとだからあのシュレディンガーの猫とかもああ<ー>いうですけどね 中身を見るまで生きてるか死んでるか猫かわからない箱があってはいはいはいそうそうそうでい生きてるのと死んでる状況が箱の中でこうごっちゃになってるっていうあ<ー>であでこの,この観測するまでわからないそうそうっていうのが科学これは科学とかね物理の,あの,その量子力学っていういやこんな話聞きたいみんな 量子力学の話いやいや聞きたいでしょだってさ、うん、あの宇宙はさ、うん、無重力ってみんな言うじゃない、うんうん、でも無重力じゃないからね宇宙はあーちょっとついていけんけど聞こうこれ重力ってどんだけ離れても重力ってあるわけよ、うんうん、そうだね。だ地球の重力も、うん、他の惑星の重力もあるからそうだね 無質量なんだって宇宙自体が宇宙自体がなるほどねそうそうそう無重力っていうことがおかしいんだそれんか最近ちらっとなんかで雑誌見ててそれだけバって見たんだけどなんか今まで当たり前だと思ってきたことでもよく考えたらそうだよなって思ってちょっと考えればね高校までの知識であそっかってなるじゃんそうだね なななんかちょっと勉強したくるたら教え込みってだからなんだろうなある種怖いよなよく考えたらそうそう重力ってこの全部の物質にあってね、うん、あの俺なんかにももちろんあるしあ引力的なものが持ってるこの引きつける力があるんですけど、うん、で俺なんかはそれよりも 地球の重力が強いから地球に引っ張られてるだけっていう,うん、うん、だからその他のものがこの引き寄せられたりはしないけどごく本当にわずかにこのペットボトルも僕も森光の重力があって引き寄せ合ってるってことですねだかま人間がなんかその、まあ、その出会う人が限られてるっていうじゃんそれはある種なんかこの引力もあるっていうことでああ ちょっとスピってるけどそうそうちょっとスピってるうちあるだけあるだろうもなあキャンさん乱入してきそうだなこの話はキャンさんが一番詳しいだろうからなそうそうそうでもそんなのある確かに無重力じゃないね、うん、無質量なんもないってことだもんね、うんうん、引き寄せられるあれ、F、FA、えー、ギノマスタジオ内の笑いも質量もぜあ <laughs> いや いやタッチャさん今俺なんかお笑いの話して,るから、ね、してないですよもちろん <laughs> もちろんだしうん引いて言えば金曜の夜から笑いたいどんなだろういやわ笑いたい人もいるでしょう笑いたい人はいるでしょうけどさ、うん、えー、メール来てるかなメール読みますメール来てたらメール読みましょうか い,いつもよりメール画面でかいのよ。えー、きんぴらごぼうのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、はワンピースアンドスヌーピーナ e ツ。<laughs> 全部アルファベットになってる。アルファベットになってる。前までカタカナでしたけども。えー、メール作家、ついてないな、だでっち 作家がついてるっていう、あの、オードブルのね、木曜の番組では、あ<ー>そ,うそうなんだあの文脈がすごすぎて、うん、これはもはや作家がついてるんじゃないかっていうことで噂だったんですけど、まあ、作家さんはついてない、まあ、もちろんでしょうけどね。うん、え、昨日のオードブルさんのラジオを聞いていた方は、知っ, <laughs> 知ってると思うけど、か知ってると思うけど、知らない方のために言わせてくださいとてく。言わせてください。 来週の FEC お笑い劇場がまあ300回を迎えるということで、えー、全組の芸人さんの似顔絵を描きまちたと、えー、そのライブの日に渡っ渡予定、下手なので期待しないで年々ちなみに謎のキャラクターを描くのが、えー、手記手中、チケットは白組から買ったおということで、長々と失恋婚 <laughs> まあ、作家はついてないだろうな。<laughs> ついてないな。そういう、そういう見せ方かもわからないけど、<ー>えー、そうそう、まあ、僕なんかのお笑い芸人とかね、えー、9月17日のライブで、300回報われるということ、はい、ぜひお待ちしてます、ね。いや、嬉しい似顔絵もありがとうございます。多分、一応、結構ね、今回、値段が値段なんで、うん、300円、しかもなんか埋まりそうだよね、もう、ね、そろそろもう、多分完売して。 すると思いますんで、うん、うん、ぜひなんか、あのー、見たい方いらっしゃいましたら、はい、ちょっと迷ってる方いらっしゃいましたら、うんうん、早めのご購入をお勧めします。はい、よろしくお願いします。はい、連絡を、まあ、僕ら二人のエッセでもいいし、ね、じゃあ実際 FEC に、うん、電話か何かでお問い合わせしてもいいですので、お待ちしております、はいえー。ティンクルちゃん、ナナちゃん、私のメールですと、いありがとうございます。えー ラントさんが今日の RBCI ラジオ丸ごと一日、緊張デーだったよ。いや、絶対に緊張デーじゃない <laughs> そんなわけない。なで、なんで緊張デ,デーって。えハンサムだと思緊張、緊張だと思う。あー、なるほどね。うん。緊張デーだと思う。RBC でも結構多いんだよな、市町村にフォーカス当てた、うるましデーとかもあるよ。 アジャデーはアジャデーはだって魅力あるかなあるだろう丸ごと一日アジャデー <laughs> 必要だろうアジャアジャ RBC にお金払って特集組んでもらうかなアジャ組んでもらうでしょだっていっぱい公演あるしね <laughs> アジャは誰があれ管轄してるんかなトップアジャのトップってかなしかだろういや那覇市だろうけどその下にもいるだろうなアジャ管轄の人が金の特集ねやっぱ緊張か アジャナルトラさんアジャは庭ってナルトラさんもアジャ庭ってこと俺なんかもそうなんだもちろん庭だけど、うん、本当ほんとにマジで目つむってあるけどアジャーねアジャーアジャで分からんところないもん、ね、ないほんとにないアザアジャもわかるもともとアジャもわかるし、うん、新しくアジャになった場所もか一番マジで一番俺なんかがアジャに強いんじゃないかな <laughs> <laughs> アジ,ャアジャグランプリするか。アジャワングランプリやろう。一番アジャに強い人だけ集めて。あちょっと面白そう。アジ,アジャワングランプリ面白そうだな。俺なんかがめっちゃ、めちゃくちゃこう、アジャのサイを調べて。あはい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 。あアジャ VS マ,マダンマダンマシ企画。ああ、いいなあ。面白いね、でもそれ。ああ、俺なんかアジャ代表として、他の出身の、うん。 なんか、芸人に、どっちの街が魅力的かっていうので、対決していくみたいなの面白そうだな。まあ、配信とかでもいいし。うん。ありかも、めっちゃ。アジャーで美味しいとこ教えて、いや、もうアジャーズでしょ。<laughs> アジャーズ、アジャじゃないじゃん、でも。アジャズ。あ、あそこまでアジャだわけあ、嘘。あ、あけぼのじゃないのあそこからもうちょっと、あ、うん。あそこからもうちょいあれば。いや、あけぼのからあそこ。あけぼのか。 明け者だけど<あ>アジャズって名前もそうなのから、ね、道行ったら裏添えでしょでも、うん、国立からじゃあアジャズは、うん、えっと那覇市け者明けけでしょおいアジャズの名前知って <laughs> <laughs> ええー ブルーミーさんがそういえば明日の A ランチは沖縄市特集って言うあ、そうそう、えー、沖縄市とかうるま市とかさそう近町とかはまあまあそのあの地域のさ魅力がこう結構ちゃんとこのガッて表立ちやすいじゃないですか、うん、特色が多いよねそうそうそうあじゃあじゃは少しフォーカス狭すぎるないいやいやあるから<ー>粉屋だってあるよアジャにあじゃにああじゃああじゃ粉屋あるねうんラーメンもあるしなあのゼン道もあるしあただね空海が潰れてるのよあそうなんだうんあら 美味しいそしたらアジャでもラーメン食べれる場所ないですねないかうんどこら辺までアジャでもアジャってあけぼのもちょっとアジャだからねあ、うん、けぼのと浦添のね、うん、安岡中学校はどこ、うん、あれ安岡中学校はアジャじゃないあれアジャじゃないよな、うん、あっちのあのー、なんだろうもうアジャ話でついていけるか分からんけど、うん、あの北大地のあった ジュージューあるじゃん、あの唐揚げ屋さんとか、あそこの道を挟んで、こっちがジミー側からアジャ。ほんとだ、しかもジミー怖いぜ、ジミーは、ジミーはもうメカルになりますね。あジミーメカルなのうん、まあ、メカルも、でもメカルももうアジャですけどね、キャンさんがあじゃーっていやもう本当にアジャの最高ギャグだよ、あれが。 これなんかもう、アジャネタ使った時にやりましたね。アジャね。うん。アジャー、ねうん、ジャ側があるじゃないですか。はい。川がね、<川>通ってますけど。えー、っと、これすごいのが、えー、っとね、川挟んで向こう側のがもう裏添えになるんじゃないですか。うん、裏添えになるんですけど、えー、っと、その裏添えの、アジャ川？側、うん、アジャーがあるじゃん。いですか。アジャーの幅は。はいはい。は、アジャ<ー>そのま、その道までアジャ おうあありがとうございます。キャンドケのお二人がありがとうございました。道までがアジャ。はい。で、そこの建物から裏添え。えー。だからアジャ側はアジャ。今見たら。ギリアジャね。あ、ギリアジャ。こっちがほらアジャ。この赤く今手元にね、ジミーの葉っあるんですけど。ほら、この川、川本ほんとだ。川の越えて道までがアジャ。え、ジミーもアジャじゃないのじゃん。ジミーはだからメカルダー系を。 地味は那覇市メカルメカルさんゃ、ね、やられたなずっとアジャだと思ってたなそうだよああもうすごやばいやばいやばいこんなって考えたら、うん、すごいっすよ森口さんな何すかあのー、もうアジャ小学校とかも怖いからえあアジャ小学校は2丁目だあっなるほどねなるほどなるほどあっなるほどねはい あーなるほどね<あ>はいはいはいあのー、あざあざあじゃでしたね俺がさっき見せたところはなるほどねもともとああじゃあはいはいはいであのこの要はアメクとか森光さんの家とかはあじゃ1丁目とか新しいあじゃ2丁目とかねあっちの東洋飯店もメカルやさ東洋飯店はメカルだよココイチココイチは ココイチももうアジャじゃないと思うココイチもめあれアメクあのあっちの道からあっちの道かそうだね定規は定規定規はアジャ定規アジャだ定規アジャだ何 <laughs> <laughs> だろうこのアジャかアジャじゃないかのやつ、えー、5時4分までですねはい、はい、なんか今、えー、あのたっちゃんさんからそうだね今 LINE、ね、がインプした,、ね、ン来たんですけどなんちゃってアジャハローワンっていうラーメン屋さんですかね そんなある行ったことないどこの方なんかご飯いっぱいあるレストランどこねアジャのあアジャだこれ結構中じゃんしかもアジャの中だねえーっとしかも全然分からんうわ俺なんかまだアジャに分からんところあったわ、うん、だってアジャのなんか外壁にさ、うん、あの鯉とかが泳いでる あるの分かんないなんか本当に駐車場の外壁のこの外壁内に水槽があって鯉が泳いでる場所があるわけそれはアジャよそうなんだあそうだから僕なんか毎月イベントやってるじゃないですかちょっとノリで作ったイベントでもあるんですけどアジャツアーっていうのを企画してるんでぜひ僕たちとアジャを回りたいっていう方はこれいつだったっけ2月だったっけ2月ぐらいじゃ2月だったかな2月2月うん 3月に大きいライブをテーマにる予定ですので、マジで来てほしいな、ね、ナルトラさんとかもじゃあ、これ、田舎そばって、アジャなのかな、アジャかな、だかアジャの町を回りながら、僕たちがあの,の思い出話だったりとか、はい、アジャの思い出話だったりとか、実際にネタ合わせしてた公演とかもあるんで、そ,ね、そこで少しネタ合わせ風景を見てもらうっていうのもね。うん これは、まだ日程詳しくは決めてないですけど、はい、2>, 2月の、まあまあ半ばぐらいだったと思います。うん、またこれ近くなったら、あの、ライブ、ライブというか、そのイベントのね。はい。そうそう。大人、大人が行って、 いいいっぱの集団であんまりアジ歩くことななかから確にちょっと俺なんかが結構ワクワク保育園生とかがたまに歩いてるじゃんこの先生たちが印刷してお散歩みたいなあれとすれ違う時とか楽しそうだなまあしかも冬場ですけどおそらく暑いのでそうね大人でちょっとみんなでウォーキングも兼ねつつまあアジャとは言うけどそのね近くのおもろ町とかアメクとかあそこら辺のこうゆかりのある場所にねいろいろアジャを中心にね歩こうかなと思ってますので。 そのイベントも良ければ、はい、参加してみてください。はい、お願いします。はい。あと一分ぐらいか。 あと、まあ、先ほども言いましたが、9月の17日の土曜日に FEC、我らが事務所の、えー、お笑いライブ300回記念公演になっております。料金が300円になってますので、はい、でチケットがもうそろそろ売り切れそうですので、まあ、もし来る予定ある方は早めに僕らまでご予約よろしくお願いいたします。お願いします。そして、8月の28日のトークライブも、9月28日も、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。今度、11日か、あさって日曜日は、 はい。あの、RBC のドキもね。ああ<ー>はい。告知出させていただきますので、はい、もし時間ある方聞いてください。お願いします。ということで、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら、おほいさまラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、きんきんぴらぴら星に変わって、お仕置きよアあュー。ーこの後も聞いてくださいお河さん、おさん、なんか食ってるななんだろうめっちゃ食べてる、めっちゃ食べてる。 食べてる。なんか家から持ってきて飲んでるなしかも。いいやし。家から自分自分だけの美味しいの。自分だけの美味しいの。タンブラーにいやいいじゃんいいじゃん。お疲れアジャ。あいいな。急ぎ込みスキーさんで次。ああアジャしたね。アジャしたいいな。じゃでもアジャネタは作った方がいいかも。そうだよな。一回作ったじゃん。もう一回ちゃんと。 マザーネタしっかりね。うう今この今の年パターンで、ねうん、作っていいかも。いくじゃあ、この後のお子さんの配信も聞いてください。はい、ありがとうございました。また来週バイバイ。